たしました。今日はその神殿の今後について見ていきております。金色堂は幾度かの修理を受けてございます。元禄12年、令和7年、それから明治以降。明治の模写図を見ますと、尾羽の後ろ側がこう、なくなっております。それから、鴻座間というこのお椀のようなですね、縁がなくなっているというのが分かります。それが、現状では、尾羽が補われ、それから縁の金具が、ついております。したがって、この、太く黒く、実線で囲ったところが、現状の趣味段で、どこが平安時代のものかという図でございます。このクジャクを挟んで、右側のクジャクと左側のクジャクが、相対するようになっています。こちらが中央段のクジャクの尾羽、内輪のような形をして、西北段は形が違いまして、少しこう流れるような形。それに対して西南段のクジャクの尾羽には中央段のクジャクの尾羽のように内輪型をしたものと、それも西北段のクジャクのようにこう流れる形をした、その両方が、表されている。先ほどお話ししましたように、西北段の方は残りが悪くて、これが正面の趣味段の右下ですね、ここにこの、お花の部分、ここ色が白いですよね、これは昭和の大修理で補われているんですね。でこの少し飴色になっている、これが古い、部分です。比較することによって、と現状の趣味段でどこが、オリジナルかということが、導き出されるわけですね。拝観するときに参考というかに、していただけると、ありがとうございます。